ゆっくりドラゴンクエスト3実況第3回、始まるぜ。こそこそ。こそこそこそ。なんだよ霊夢のそのなめくじみたいな動きは。今私は前回もらった鍵で不法侵入を行おうとしている。しかしこの国での不法侵入なんて罪にはならんのだ。じゃあもっと堂々としてろよ。レイベの村には、魔法の玉を作れる老人がいるそうです。え、不法侵入？そんなのこの世界では日常茶飯事ですよ。でも確か鍵を作った盗賊は牢屋にぶち込まれているんじゃ。わ、私たちは冒険者だからいいのよ。盗賊箱田の作った鍵は、簡単なドアをすべて開けたそうじゃ。え、不法侵入？しないとゲームクリアできないからね。この国の人は寝たかった。かつて町中を荒らした盗賊箱田も、今は牢の中よ、わっはっは。その箱田から鍵を奪った馴染みの老人って何なのよ。箱田よりは頭の回転が速いやつなんだろうな。ま、もう会うことはないだろうが。お姫様を見ませんでした？お姫様ー。おろおろ。あ、そこにいるよ、お姫様。姫様、従者が探してますよ。魔王のせいで外に出してもらえないの。もういや、こんな毎日。あ、出たい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 、カジノに行きたい、どんちゃん騒ぎしたい。お前の国ってどうなってるんだよ。いやだから私の国っていうかアリアハンなのよ。いや意味わからんから。とりあえずコンチャッス。勝手に入るよー。あ、待って、コンチャッス。魔法の玉を使えば旅の扉の封印が解けるそうじゃ。旅の扉の封印、ですか。それはおそらく他の大陸に繋がる道。いやそれ確か他のじいさんが言ってたよな。まあそれはそれ、これはこれ、あれはあれですよ。いやそれもちょっとよくわからんけどな。とりあえず、他にも開けられる扉はないでしょうか？レッツ不法侵入。この動画は不法侵入を推奨する動画ではありません。あ、もしかしてあの囚人服の男って。囚人と話したくば牢屋越しに話しかけるがよい。あ、この人？くそーあの馴染みの塔の老人め。このバコタ様から鍵を奪いやがった。あ、バコタだ。しかし今はこの私が鍵を持っているのよ。あれ？ちょっと待ってください、この扉は確か。あ、右の階段を降りると、魔物がうじゃうじゃだったわね。さあ、封印を解きましょう。いや、そこは封印したままにしろよ。さあ、いらっしゃい魔物どもよ、アリアハンに攻め入るのじゃ。なんでお前魔王みたいになってるんだよ。いやー、一回やってみたかったんだよね。ヨウムさんの意外な一面を垣間見ることになろうとは。私はいつも平常心。まあお前は良くも悪くもそんな奴だからな。え、もしかして今私、褒められた？いやその顔。しかし、これは賑やかな旅になりそうだな。本当にねえ、しっかり者の私を中心にお調子者のマリサでしょ？いや、ツッコミどころ満載だなおい。さらに真面目と見せかけて魔王志望のヨウムに。いやあれはノリなので本気にしないでー。さらにツッコミと思いきやまさかのボケよりのボケ、あやでしょ。なんでしょう、この微妙なディスりは。つまりツッコミは私だけということか。じゃあ、マリサがモンスターにやられたら。ボケトリオで瞑想しますね。そういう時のための私よ。いやそれが不安だったりするんですがそれは。ってことで、レイベの村に行くわよ。そういえば、レイベの村にもバコタの鍵で開けられる扉があったな。バコタの鍵。お、これはキングスライムが作れる数じゃないか。残念ながらヨウムさん、キングスライムはこのドラクエでは実装されていないんですよ。確かドラクエ4からの実装だったか。そっか、ちょっと会いたかったな、残念。さて、レイベの村に到着。早速扉を破壊しに行きましょう。いや破壊はあかんやろ。よし、それじゃこの扉を破壊してみよう。この私の怪力で。ちょ、待って待ってヨウムさん。か、鍵を使いましょう。仕方ないな。さて、お邪魔するんだぜ。あ、誰かいるわ、コンチャース。話はすでに聞いておる。誰から？さあこの魔法の玉で封印を解くがよい。あ、あなたはもしや。魔法の玉玉作りの名人。いや待て、玉を一つ消せ。しかし私たちが魔法の玉玉を探しているなんて、一体誰から聞いたのでしょうか？今の時代、LINE や SNS で誰とでも繋がれるからね。いろいろ突っ込みどころがあるんですが。それじゃ、封印を解きに行くわよ。おお、ようやく東の方に行くんだな。しかしこっちはちょっと強い敵が出るから、気をつけろよ。まだレベルも低いから、ちょっと長い旅になりそうだね。でも、今出れてるわね。そうですね、いっそのことこのままたどり着ければ。ああ、ダメだったか。ってことで初めてのサソリバチさん、オスオス。このサソリバチは仲間を呼ぶのが面倒くさい。つまり仲間を呼ばれる前に倒せばいいのよね。おや、しかも受けるダメージもちょっとでかい。
わわ、しかも私ばかり狙ってこないでい。あらほんと、用務狙われてるわね。これは時間がかかりますね。しかも仲間呼ばれちまったか。あーもう、早く倒して焼肉定食食べに行きたいのに。いつそんな約束したんだよ。とにかくあと一体だよ。そうですね、さっさと倒しちゃいましょう。これなら全員戦うでいいだろう。よっしゃー、焼肉。嫌だからなんでそんな話に。いや、それが何でもロマリアには地下にバーベキュー場があるらしいのよ。そこで何のお肉が一番美味しいのか、かけることができるらしいわね。はぁ？何の話だ？てかヨウムお前、何やってんだよ。この扉、絶対封印されている。って思ったんですがね。いや単に操作ミスっただけだろ。さあ今度こそレッツゴー。お若いの、魔法の玉をお持ちかな？え？イザナイの洞窟にお行きなされ、泉のそばのはずじゃ。あちなみにこの家はわしが3日間夜も寝ないで昼寝して作った家じゃからな。って聞いてますか？さらば老人、話を聞ければそれでよい。ってことで、泉のそばに来たけど。うん、これは怪しい。おそらくあそこが洞窟の入り口なんだろう。お、ここは一体どんなところなんでしょうか。あ、誰かいますね。おい、ここはどこなんだ。ここがイザナイの洞窟じゃ、じゃが階段は石壁で封じられておる。こえ。想像の斜め右を言ったわ、その声。まあまあヨウム、とにかくここでタマちゃんを使ってみましょう。うん。よし、ここに仕掛けて。は、はぁー。よし、オッケー。爆弾。おじいさん、これで先に進めるのでしょうか。ここはイザナイの洞窟じゃ、もはや封印はほどかれた。無駄にかっこいいセリフ、嫌いじゃないんだぜ。よし、それじゃ下に降りるわよ。うわぁ。あや、お前めっちゃやる気なくしただろ。いや、これは意地悪でしょうよ。かわいい。すみません、一匹持って帰ってもいいですか。お、アルミラージさん、オッス。ち、ラリホーの使い手、アルミラージだな。こいつはさっさと倒さないと、きっと眠らされますよって。ああ。え、ちょっとみんな何寝ちゃってんの？おいおい、このままだと誰がこの場を繋ぐんだよー。と、ウプ主は編集中に焦っていたが、どうにもできずただこの状況が過ぎるのを待っていた。しかもアルミラージのラリホー攻撃は続く。っていうか早送りかかっとしろよ。私は一体。ふわー、まだ眠いんですがそれは。そういえばアルミラージに眠らされたんだったな。可愛い顔してこいつらなかなかやるわね。しかもアヤとヨウムがまだ眠ってやがるな。わわ、またラリ。ほう、霊夢ー。おいおい、誰か起きてくれ。は、私は一体。なんか夢を見ていた気がするよ。いや確実に寝てたんだよ私たち。こいつらのせいでな。やはり、ラリホーは強力ですね。あれ霊夢？霊夢はさっき起きたんだがまたやられちまった。むにゃむにゃ、再戦。もやし。なんかとてつもなく貧乏な夢なんじゃ。は、今日の晩ご飯はカップラーメン。なんなんだよその夢は。ところで、あの黒いマスは何なの？ああ、さっきの黒いマスは落とし穴だ。あれにはまると、一つ下の階に落ちる。おそらく、ここに落ちると思うわ。うげえ、ここで魔法使いですか。ここは逃げるか戦うか。戦う一択で。おい、安易な考えは寄せ地獄を見るぞ。うわ、痛い。そ、私もメラを使うぜ。うわぁ、痛いなぁ、何するんだよー。ヨウム、ブチギレモード発動。ヨウムそれ違う、ツルハシじゃねえか。いやしかもマイクラじゃねえか。あ、間違えた。いかん、ヨウムがバカになった以上、逃げるしかないわね。いや私はいたって正常です。やられどころが悪かったんだ、諦めろ。だけど狙は痛いね。じゃあ、ヨウム。おいおいこれはいよいよまずいぜ。こうなったら最終奥義。当たって砕けろ大作戦。ああ。霊夢。マジかよ。オーレイム、死んでしまうとは不甲斐ない。そなたにもう一度機会を与えよう。く、早いとこみんなを生き返らせましょう。いやすまん。まさかみんなやられるなんて思ってなかったわ。ってことで、ちょっと倍速かけながら進むよ。ああ、この洞窟は結構迷うし、長くなってしまったからな。戦闘は今までと同じ、4倍速です。
あらあ、これはまた厄介な方たちじゃないの。ハイスヤー、追い取られるなあ。4倍速でも眠るなんて。起きる速さも4倍速。まあいいや、片付けるぞ。今回、何もしなかった私って一体。霊夢さん、きっと寝不足だからラリフォーにかかりやすいんでしょうよ。まあね、みんなが宿で寝てる間に私は様子で三昧。いや、ちゃんと寝ようよ。いててて。あや、あなたの HP がどえらいことになってる。しかもレベルアップ。ふう、なんとか生き残りましたよ。ここでやられて引き返すのはもう嫌ですからね。そういえばさ、私たちいつの間にかだいぶレベル上がったよね。ああ、全滅したあの後にレベル上げしてたんだよ。あのままだと、また全滅の可能性もあるからな。多分、今のレベルだとここは攻略できると思うぞ。いや、またアルミラージじゃん。これはもう、やられる前にかろう。一機お持ち帰りして買いたいんですが、やめとけ、もやしで奴は育たないぞ。アルミラージも、飼い主を選ぶ権利はあるんですから。あんたたち好き放題言ってくれるわね。飼うといえば、ドラクエ5のモンスターが仲間になるシステムは好きですね。ああ、私はいつもスライムナイト忘れていたな。ピエールね、よく覚えているわ。そしてペットのキラーパンサーの名は。もちろんボロンゴだ。皆さんはどんなモンスターをお供にしていましたか？そしてペットのキラーパンサーの名前は？個人的に、またドラクエ5をやってみたいので、参考までに教えていただけたら嬉しいんだぜ。って言いながらまだ未クリアなのが突っ込みどころ。え？それだけ話しておきながらクリアしてないんですか？まあな。昔の記憶だから曖昧だけど、主人公が結婚して子供ができて。でも、石にされたところで。そこまでしかプレイしてないわ。あ、そういえば結婚システムもあったよね。ちなみに私は幼馴染の。ビアンカ、だったっけ？彼女が好きだったぜ。だけど、今やってるこのドラクエ3が、一番強く印象に残ってるのよ。きっとお気の毒ですが。がトラウマすぎて。いや、そこ？ストーリーとかじゃなくてそこ？ストーリーはまだクリアしていないからね。で、話の最中に無事に先に進めたので等速に戻したんだが。いつもいいところで戦闘に入るんだよね。でも、ロマリアまでの道まであと少しだ。頑張りましょう。で、これ、道は合ってるんでしょうか？確か記憶だと左だったと思うのよね。自信はないけど。よし、開けたから先に進んでみよう。すごい、正解ですよ、霊夢さん。これが旅の扉？とにかく行ってみようぜ。目が回った。それじゃ、ここを開けよう。この先、どこに続いているのかちょっと怖いですね。心配するな、きっと私たちなら大丈夫だろう。そうですね、みんな、強くなりましたもんね。お、新しい大陸よ、ようこそ。平気なりかよ。アニマルゾンビか、オスオス。奴はボニオスで素早さを下げてくる。しかし、素早さだからさほど問題はないか？守備力とかだったら辛いけど、素早さならまだマシかな。とにかく攻撃しまくれば、大丈夫かと。そうですね、体力もそんなになさそうなんでよかったですわ。でも新大陸ってだけあって、やっぱり強いわね。この先、まだまだこんなもんじゃないからな。まだロマリア付近は優しいもんなんでしょうね。よし、討伐完了。ああ、ようやく憧れのロマリアに。変化かよ。ポイズントードさん、オスオス。ポイズンという名だけあって、みんな毒には気をつけろ。トリマ、今回は逃げるわ。ま、賢明な判断だな。はぁ、長かった。やっと着いたね。ようこそロマリアのお城に。どうやらここは城下町のようですね。こんちゃーす。やがてアリア藩の勇者がやってきて、魔王を退治してくれるそうですよ。はいはいはい、私、それ私。どうやらアリア藩の勇者の噂はここにも流れているみたいですね。ああ、オルテガもここに来ていただろうしな。魔王が世界を征服するって信じられませんわ。町は平和そのものだもんね。そりゃそう思うわな。あそこにいる坊やにも話しかけてみましょうか。オス、オラーや。ねえお兄ちゃんたち、アリア藩から来たんでしょ？すぐにわかったよ。お、ね、え、さ、ん。でしょうが。まったく、アヤがオラとか言うから。いやちょっと子供受けするかなと思って。あれ、あんなところにサボってる兵士さんが。ここの王様はお調子者だぜ。気をつけるこったな。てか俺別にサボってないし、砦が破損してないか見に来ただけだし。かわいそうだからそういうことにしておくか。
なんかさ、初めて来た町って探検するの楽しいよね。それな、まさにそれな。昔に比べ、人々の心も乱れたものよ。ふむ、そうなのかな。毎度おなじみ武器屋です。何か買って行ってくれたらいいものをやろう。え、いいもの？いいものって何？俺が昔から集めている牛乳瓶の蓋で作った麺粉だ。いらねえ。あ、ちょっと待ってよ、帰らないでよ。あ、どうも、隣の兄がバカですみません。弟の道具屋にようこそ。あ、ちょっと待って、冷やかし。あ、きっとここよ、肉かけバーベキュー場。ここはモンスター同士が戦う格闘場です。はーん。え、待って待って、美味しいお肉はどれかをかけて食べるって噂は？試合を見たかったら左の店でかけ札を買ってくるんだな。え、肉？いや、肉じゃなくてモンスターにかけるんだよ。帰ります。霊夢さん、肉にお金かけて食べるって誰から聞いたんですか？チルノよ、チルノ。あ。チルノさん今モンハンにハマってるから、モンスターイコール肉って式ができたんじゃ。あいつメリュールさん。アリアハンから参られたお方では？おう、お待ちしていました。仕方ない、魔王を討伐したら次はチルノの番よ。げんこつ一発。この城の遥か北にカザーブの村がありますわ。チルノのことはさておき、どうやら北にカザーブという村があるようだな。次に行くところはそこかな。そうだな、レベリングをしつつ、目指すことになるだろう。おお、これはなかなか素敵な中庭だね。あ、こんちゃっす。しびれは放っておいても治りますが、満月草だとすぐに治りますよ。ああ、しびれね。確かに、まひってる時は動けないからかなりの痛手なんですよね。勝った方がいいかもしれんな。さあ、王様がお待ちかねですぞ。それじゃ、お調子者のロマリア王に挨拶に行きましょう。し、聞こえちゃうよ。これはアリアハンのお方、よくぞ参られました。あ、皆さんどうも。カザーブの遥か西、シャンパーニの塔がそびえるという。シャンパンの塔か、違うわ。どうかわが王の頼みを聞き届けてくだされ。王様は何か悩んでいらっしゃるのかな？王様、はじめまして、アリアハンの勇者霊夢です。よくぞ来た、勇者オルテガの噂は聞き及んでおるぞよ。あ、どうも。あ、ちょっと待ってね、この辺りは聞き流してね。で、なんだったっけ？今日はピクニック日和だって？違うわ、一言も言ってねえわ。冗談冗談、マイケル冗談。いちいち腹立つな。では頼みがある。いきなりかよ。カンダタというものがこの城から金の冠を奪って逃げたのぜ。それを取り戻せたならそなたを勇者と認めよう。さあ行け、霊夢よ。拒否権はないんでしょうか？ありません。おいおい、こんな奴にこの国を任せていいのかよ。それはお隣の王女様に聞いてみては。アリアハンは美しいところと聞きます。ありがとう。きっと人々の心も美しいのでしょうね。あなたが王になった方が良いのでは？王とは正反対の王女ね。ふむ、つまりはカンダタという盗賊から、金の冠を取り戻してこいという依頼のようだな。金の冠ねえ。霊夢、なんか考えてるの？その冠取り戻したらさ、高値で転売しちゃいましょうよ。まず北に行くことだ。転売するかはその後考えればいいさ。いや、君いつから話聞いてたんですか？それに転売してしまったら勇者だと認めてくれませんよ。そっか、それも困るわね。仕方がない、王様に返して褒美をたんまりいただきましょう。いや、霊夢、ほんとたくましいなお前。さて、あとはどこに行ってみようかな。お、兵士さんがいるぜ。こんちゃっす、兵士さん。東には恐ろしい怪物が。ガクガクブルブル。まず北に旅立ち腕試しをするがよかろう。どの人もみんな北に行くようにと言いますね。ああ、東にはもっと強いモンスターがいるみたいだしな。カザーブの村も北にあるみたいですよし。シャンパーニの塔も、きっとその辺りにあるんだろうね。それじゃ一通り話も聞いたし、お買い物しましょう。お、また来てくれたのかい、冒険者さんたち。高いじゃないか。でもそこそこ使えるもんだぞ。それじゃ、鉄の槍を綾に装備してもらおうかしらね。え、いいんですか？僧侶もある程度のものは装備できるからね。これで今の私や妖夢と同じくらいかそれ以上の火力になったんじゃないかしら。ありがとう霊夢さん。それじゃあ早速装備しますね。今は棍棒で攻撃力が20なんですが、鉄の槍を装備すると、お、攻撃力が41に。これはすごいわね。ロマリアで買える武器防具でしばらくやっていけそうだな。お金が貯まればね。いやいや、さっきは兄が失礼しました。ところで何か買っていきますか？あ、売ってくれるのね。あ、ヒノキの棒、しかもお出かけじゃん。仕方ないから3ゴールド出しましょう。しけてるわね。まあ使い古しているからな、仕方ない。棍棒もヒノキの棒も、今までずっとそれで敵をぶったたいていたもんね。ま、壊れていないだけマシか。他にもいらないものはどんどん買い取ってもらうわよ。
しかし今後は結構高値で引き取ってくれるな。今度は何か買いに来てね、サービスするからね。今更ですが装備品を支給してくれたアリアハン王には少し感謝です。少しな。いらっしゃい、ここは宿屋だよ。はい、お泊まりだね。ゆっくりしていってね。ゆっくり実況だからね。はい、おはようさん。朝食は自分で借りをして食べてね。モンハンかな？お腹空きましたよ。しゃあない、そこら辺でキャタピラーでも買って食いますか。え、芋虫。焼きですか？焼いていただきますか？素焼きでいいだろ。ってことで、さすがに朝食シーンは見せられないので、今日はここまで。次回、パンツマスク現る？ちょ待って、パンツマスクって何？あ、ねえ、ちょっと、待ってよー。